はい、どうも。ですね、宗教ネタがですね、まあ、日常生活でも NG で、ネットの書き込みとかも NG で、なんかそんな感じになってることは良くないよって個人的に思う話をですね、したいと思いますね。まあ、2チャンネルとかで、2チャンネルも危ないのか。2チャンネルとかで、その2チャンネルの初めぐらいでですね、なんか創価学会とか統一教会ネタをですね、書くと、創価学会ネタ書くと訴えられるって言ってたな。なんかね、こまめに訴えられるんで、で、信者の中に弁護士がいるんでしょうね、お抱えの。その人たちは結構まめに動くので、まめに動いてまめに裁判を立てられるので、扱いたくないって、記者かなんかやってた人が言ってましたね。角田って言ってたけど。なんかね、ネットの中でもですね、宗教のことに詳しくないんだったら、宗教のこと書くべきじゃないよ、みたいなね、ことを書く人がいるんですよ。で、僕もですね、その宗教批判とかにひょっとしたらなっちゃうので、人が信じてるものをこう傷つけるような感じの行為になる恐れがあるので、あまりこう、触れないようにしてたんですけど、今回のですね、自民党と統一教会の話、創価学会と公明党っていうのは、なんだろうな、なんとなくぼんやりみんな知ってる。ネットをですね、多分1年ぐらい触ってると、ああ、その話ね、みたいな。僕も多分おそらく最初はびっくりしたけど、今はびっくりしないんですよ。だけどですね、自民党とね、統一教会がズブズブっていうのはね、ネットの書き込みの規制かなんかが特にですね、あるっていう話も聞いたことないので、そうですね、その辺でですね、みんなが避けてたから、こんな状況になっちゃったのかなっていうので、反省しないといけないと、個人的には思っております。で、ひょっとしたらもう遅いかもしれないんですけどね。そうだな。遅いかもしれないということについてのと、ネットで統一教会ネタがなかったことについてちょっと話してみたいかなと思うので、一旦切ります。